時段です。本日、ウーニングレブン2021マイクラブ、やってきます。久々のね、動画投稿になるんですけど、今日、木曜日ってことでね、FP ガチャ、まあ、アイコニックの方は、新しいの来てるけど、そっちは無視して、あと、クリスチアーノ・ロナウドのアイコニックもらえるから、これ引いていこうか。まあ、能力はがっつり下がってると思うけどな、さすがに。じゃあクリの名をまず引いて、久々にピンクの演出見たな。ユベントスか、まあ全然でも強いな。レベル1であれか。ここにもクリロナはいるけど、この辺も30日か。いい、ちょっともらっとくかな。これはラッシュフォード、まあアイコニックほどじゃないけど強いね、ラッシュフォードで。クリロナレベル上げ要因としてもらっとこうかな。クリロナもう4体もいるな。この辺もな。ちょっと見てみよう。バティストゥータはもともといる方が強いっつったんだけど、アウダイール身長は低いな。まあスキルはまあまあまあいらないか、正直。カフーちょっと欲しいかなと思ったけど、まあそこまでか。行かなくていいかな。こっち、あら、グラディオだと真ん中誰だこれ。ロマーリオ。ロマーリオいるんだ。しかもスキル1つ追加できるじゃん。一発引こうかな。やめとこう。今回 FP でネイマール出たら終了にしよっかな。あれ、ダブルタッチなくなってる？マジ？ネイマールって言ったらダブルタッチじゃないの？うわ、ネイマールダブルタッチなしか。正直、いらないかな。ワンパがあるわけでもないし、スルーパスがあるわけでもないし。うわ、今回の FP スルーありだな。アリソン、点決めたのにヘッダーついてない。あ、ムヒタリアン、ピンクロナしか。コーンワン5になってるからいらない。ピッチ、コーンワン7。あ、これはまあまあ、ありかな。ミリク、あ、クアドラード、ユベントスカットとしては欲しいかな。ナチョか。まあナチョは割、あ、コーンアンが5。ワインダル。あ、ちょっと守備が厳しいな。で、久保。まあ今回1回だな。FP ちょっとあんま魅力ないから、1回引いて終わりたいと思います。さあ。誰来る？どこ？スペイン？スアレスか？久保？ナチョか？まあまあ、ありだと。悪くない。今週 A だけど、コンワン5か。
今週、来週でライブアップでもなくなっちゃうからな。はい、ってことで、今回はナチョでした。またね、J2 の紙データ入れて、ちょっと試合やっていこうと思うんで、またね、その時は見てください。では。